はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、昨日の動画はさすがにね、僕が悪すぎて、5回首を吊ってきたんでね、心機一転してやっていこうと思います。選出ランドドヒドイベルでいいかな。孤立が身代わりだったら、また6回目の首吊りが始まります。でもその選出生きるようになるんだったらラッキー。いや、でも大が考えるとさすがにか。サンダーがめちゃくちゃ気になるんだけど、気合を入れようということで、まあイベル軸だから基本的にあのネクロには楽にいけるんだけど、まあネクロ側もさ、イベルがきついわけだから、どれだけこう対策を仕込んでくるかって話だと思うんだよね。だからね、なんかみんなが冠環境でさ、こうサンダーに強いこのランドロスが強いって気づいてたのに、僕は今になってこのランドロスがなんかもしかして強いのみたいなさ、なんか、1年ぐらい遅れて気づいたわ。だからね、ここ、剣舞から入った時に、でもノラゴンはいいか。剣舞から入ったろ。で、ジェットロックでいいんだよね、多分。手順的には。なんか対面、剣舞して食らって、木の実食ってみたいな。そういうランドロスだったんだけど。硬っ。ファック。とりあえずね。さすがにね。これはね。これなかったことにするからね、僕。混乱したのは。混乱なんてしてないですよ。そんな、やめてくださいよ。でかくなってる。でかくなってるけど、剣ブロックだから多分行くんじゃないかな。いや、これで打ち合ってサンダー処理できたら、イベルの制圧力が半端じゃないのと、ドヒドヒデを突破できないはず。とりあえずサンダーを、どうできるかに全てがかかってると思うんだけど。なんで僕だけ未だにサンダーのこと考えて、ランドロスを、作ってきてるんだって話だけど、まあまあ、イベルタルの、イベル軸はね、サンダーがとにかく辛いからね。サンダーが辛いってなんか、このゲームやってる上で、決定的な、欠陥な気がしてならないけど。ジェット。痛すぎる。マジ、これ、盆の実で間に合う？本当に。ちょっと怪しくない？なんかだいぶ怪しい雰囲気。こんなと当然だよね。そんなね。これ落ちて。お願いだから。なんか僕使い方間違えたかな。少なくともでも押すべきはジェットじゃなかったと思うんだよな。向こうもジェット打つから、結局さ、抜けないみたいな話になってたと思うんだよね。これ耐えなかったら僕がバカだったって。っていう話で終わるだけなんだけど、なんか僕がバカだっただけか。眼風から入んなきゃダメだったのかな。初手使い方説明書もう一回見るか。なんて書いてある。ムフリサンダーも玉舐め込み大ロックで 93.7% で落ちる。ん、全然使い方わかんない。書いてあったから、それでいけると思ってたんだけど、そうではないみたい。せめてボールを押しとけばよかったって話はあるけど。その普通に終わったわ、なんか。取説を全然理解してなかったせいで、普通に終わったんだけど。剣舞して、暴風食らって、なんかでもあるわ、まだ。下げてきてくれたおかげで。ネクロ。ネット打ちがよかったな。ネット打ちがよかったな。ガンプーでよかったのかな。ガンプーってば確かに抜けてるんだけど、その後のダイマックスタクが多分、すごい頭おかしいことになってたと思うんだよね。
ここは即イベル引き。どうしたらよかったんだ。耐久ぶりってことでしょ、あのサンダーが硬くて。それだったらランドロスがもうちょっと戦えたと思ってるけど、なんかそんなことはなかったんだよね、なぜか。ああこれ焼かなきゃまずかったかな。9枚はちょっと困っちゃう話があるけど、サンダーで負けそう普通に。その後の、あ、でも硬いから火力ないと思うんだよな。こうひるませるといける。このゲームがうまくないわ。なんかこのゲームが上手じゃないです。もう早く技選んでくれまして。このな、悩むことそんなあるかな。一発耐えるんだから上から2回殴って貸したと思うんだけど。ああ、不意打ちを考えてんのかな。まだ技1個も見てないだろうし。1分ばらしから不意打ちって飛んでくる。弱歩なら悩む理由ないと思うんだけど。下げた。なんか相手心臓発作起きてるわ。めちゃくちゃなんとかなり始めた。まあ、わかんない。全くわかんない。根拠が1ミリも分かんないけど、多分でも切れてると思う。めちゃくちゃなんか考えて動いてるんだったら絶対切れてる。あー、ポリツーか。まあ昼間捨てから考えるか。だからイベル死ぬとネクロまずいから、ドヒドに引いて毒に入れたいんだけど、オーデン、いや、ボリオン2が宇宙で一番まずい話が始まっていて、ボリオン2がまずすぎる話始まっていて、アクハで突破するしかないね。ちょ、まひんなよ、マジで。一生。痛くね？めちゃくちゃ。もう。まあ、いい、急所はいい、急所はいい。まひんないなら全然構わないけど。いや、それ、次ひるんだなって死ぬんだよ、ポリツ。突っ込むか。再生さすがにしてきた。これでも悪波打ち毒だと思うけどな。あ、てかドヒド引いて、ネクロ釣って、いや、ドヒドが放電食らうのがきついか。そっちが辛かったわ。やっぱ1回ひ、2回ひるませるなら全然いいんだけど、この状態でもう1回打ってさらにひるませなきゃいけないかな。3回で突破できるかが諸説。とりあえずマヒンナでほしい。神で、放電、次放電食らって急所じゃなかったら突っ込めると思うんだけど、150ぐらいでしょ、食らうの。再生してる。放電もまひ、ねえ、そろそろひるませてさ、こっちの思い通りな試合展開を始めたいと思うんですけどね。16回全部まひん内で放電を終わらせれるなんていうことはないため。かといって昼間なすぎだけどな。100ぐらいかダメージ。まあまあまあ、羽か。相手にもう一回。いや、だからさっきのとこ放電で一回突っ込んできたから、その次僕、さあ、羽で放電受けて赤打つつもりだったのに、急所当てやがったせいで、全部話変わった。本当に許せない。で、ここらで次でひるみ引けばいいから、今度は僕が攻撃するターンだね。でも相手は放電で一回でも引けばそれでいいんだよな。ちょっとずるいよな。急所引いたね。しかも、ひるまない、まひらない。ここは相手再生だから、突っ込んでいくわ。
でかでか、全部解決した。最高のゲーム相手多分僕のこと立ち回りも外事だしよ、運だけだしよ、どうなってんだこれだからよ、イベル使うやつだよっつって切れてます。アクアで一発で落とせるかな、ちょっと怪しい気もしてるんだけど。なんか耐えてる。ここでひるむんですよ、ほらね最後までこれで勝ち切ったわ。なんかこういう人になっちゃったね。僕も昔はもうちょっとマシだと思ったんだけど、ごめん、それは怒るわ。こんなことされたらマジでごめん。ごめんって気持ちも別にないけど、言ってるだけだからね。全然ごめんとは思わないけど、僕が相手だったら切れるだろうなっていう。まあいいわ、こういう、まあ運ゲーだからね。運ゲーです。じいじお疲れっす。